チャージャーってさ、普通に見ると倍率上がるじゃないですか。これをさらにズーム機能、そして一番遠くまで見えるモードを使ってやりましょう。どこだ？俺ちょっと気になることがあるんだけど、いいですか？どうなるのかってのが気になりました。これをちょっと検証していきたいと思います。もうこの時点ですごいズームされてるんですよ。酔うもん。わかんねえもん、これどこか。これでズームしたときに。なんかめっちゃ射程が伸びた気がする。あそこの電話ボックス届くのか。やば。これやばくね？これやばいな。怖いな、なんか。急にイカちゃんとか出てきたら怖いな。これが最大なんですけど。ちょっとイカ探そっか。これで隠れんぼとかしても面白そうだね。登って、登るのも難しいわ。よいよいよ。うわ、すげえリアル。なにこれ、なにこれ、いたー。え、やばい。これやばい。もっと近づける、これ。ここが最大か。ここ最大だ。これが一番近い。え、近い。それではですね、前にやったこのレールを使った遊びってのを高倍率スコープでやってみたいと思います。まず、ズームする。そしてこの状態で固定し、こうだね。うわ、もう見えねえ。あ、ちょっと待って、調整しよっか。これ当てるの結構難しそうだ。早いもんだってこれ。追いつくのも難しいよ。あー落ちてった。落ちてったぞ。これなんだよね、イカちゃん動いてんの。これなんですよ。これがイカちゃんで、これを抜けるかなんだよな、問題は。難しいよね、これ抜くの。ここくっそ難しい、見にくい。あーダメだ。